本日、瀬古俊彦さんが第5配信で出演されていまして、その瀬古さんが今、今行かれてますね。今観客席の方にお礼に行かれてます。今両手を上げていらっしゃいます。どうぞご注目ください。瀬古さんがいらっしゃいます。大直走路を進んですかね、瀬古さんが本日出演していらっしゃいます。それでは本日最後のレースです。男子1万メートルレーススタートです。本日最後のレースです。1万メートル A ペースメーカーはレナード・キマニ君、コーディーだ。ペースは28分ちょうど、一周で言えば67秒ちょっとのペースでレースが進みます。はい、200メートル30秒ちょっと早いかな。レース開始時点の気象状況、天候は晴れ、気温17度、南東の風 0.3m、 湿度は 90% です。はい、400m、 はい、はい、ペースメーカーレナード・キマニ君、66秒3。先頭は朝日物流、黒澤美樹選手、このグループに日本人選手もついてきています。800m。
はい。はい、ペースメーカー、ベラルマニ君、68秒1。はい、先頭、まもなく 1000m。はい、2分43秒。2分42秒。はい、1000メートル2分47秒。はい、日本人先頭は伊藤君、伊藤君、66秒。はい、スマッシュとペースメーカー、はい、66秒。はい、先頭は一つずつ流ケミニャン君。はい、先頭は 1600m。 はい、日本人集団トップ井上君、66秒1。はい、そしてペースメーカー67秒4。はい、28分で十分という予定です。
先頭間もなく 4000m。 先頭は光ってるよ。ジョナサン・ジキ選手、先頭 4000m が10分52秒、この 1000m は2分42秒。はい、続いて、日本人の先頭集団 4000m、 11分コミト66秒8。はい、27分40キリペース。
はい、16分44、この時68秒4。はい、そしてその人の集団、はい、6000m。はい、67秒5、続いて2番手マスター残った日本人3番、本田中山君。はい、67秒8、体勢下がったよ。さあ前向きよ、さあ南が進むぞ。先頭 7000m を通過、19分6秒、この 1000m は2分46秒。はい、40センチ中段68秒8。はい、まもなく40センチ走る 7000m。 はい、9分33秒、
メートルを通過して21分53秒、この1000メートルは2分46秒。9000メートルを通過、24分41秒、その1000メートルは2分48秒。
します。Thank you.